安定のヤンクいらっしゃい。早いね。あ、しんどいよ、これ戻んのかもう一回。ブーンシー、いらっしゃい。さあ、次の人は何て来るかな？何て来るかな？これもラグあるからね。スマホ勢はついてこれないね。和子です。むいむいちゃんいらっしゃい。残念。スルーだったね。残念。申し訳ないです。うちの総長が、総長、ラグあるんでちょっと許してあげてください。コージュいらっしゃい。コージュ、コージュ、ここやべえよ。これ意外とガチなんだけど。3枠分だよ、もうこれガチすぎて。一緒に来ればよかった。あ、タリランクいらっしゃい。残念。残念っていうのはね、ブーンビーってヤン君が言って、ブーンシーってピヨン君が言ったの。次は何て来るかなって待ってたら、次は誰が何て来るかなって待ってたら、バコですーってムイムイちゃんが普通に来た。だから、スマホのラグって残念だなってこと。コージ一緒に来てほしかったなぁ、こう。俺もこの同じ場所また帰るの嫌なんだけど、ここ。でもさ、ここを通って帰らないと配信にならない。39位ランクイン、ありがとうございます。なんで？え？なんなの、ここマジで。ちょっとさ、異音が多すぎる。Thank you. Thank you. え？なんだよ。Thank you って言ったら後ろからボーンって聞こえたんだけど。超焦った。怪人の霊なのかな。生まれそう？じゃあ通報しようか。そろそろ電池が切れるんじゃないかな。また一番のやばいスポットのところで止まるんじゃないかな、これ。そういうふりじゃないよ。そろそろだよね、これ。生まれましたか、ハチ君。いなくてよかったですね。やめてよ。やばいね、ほんとこの道だけがやばい、ここ。ハチ君、見ない方がいいと思うよ、マジで。ハチ君だと見えちゃうかもよ。マジで。いや、わからない。詳しい場所は知らないんですよ。大丈夫、ハチ君、無理しないで。あの人も、何気に、すごい持ち主だから。わかるよ、みゆみちゃん、いいよ。リスナーの立場からしては、喋っていいと思うよ。それを信じる、信じないはみんなだから。大丈夫、思ったこと言っていいよ。いや、ハチ君はね、ハチ君は、怖いって言うからさ。さ、怖いって言う人をわざわざさ、なんか、見てって言えないじゃん。大丈夫？じゃあ、ハチ君だけ後で、ここの画像を送るね。さっき撮ったか。その先って今振り返る前でしょ？ここでしょ？
今歩いてきた先でしょ？むいめいちゃん、むいめいちゃん。今これ振り返って。ラグがあるからね、ちょっと待つね。知ってるよ、ここでしょ？うん、知ってる。だってここでさっき写真撮ったんだよ。なんでここで撮ったかわかる？ なんでさ、この場所にいないのにわかるの？マジで怖い総長。もうでもここはさっき写真撮ったんで、もういいか。とりあえずさ、ちょっと、使うはずじゃなかった塩を撒いておきます。工場みたいに女の子連れてきたら嫌だから。ラグ？どういう、どこかわかんないよ。でもここら辺でしょ？あ、やべやべ、カメラ一緒に動いてなかった。あれだよね、むいむいちゃん最初に枠で言った場所でしょ？やっぱね、ラグって大変ですよね。すげえわかるよ。はあ、もうダメだ。精神的に参ってる。聞こえた今。こっちじゃないでしょ。あ、ピヨン君お帰り。聞こえてないよね。そりゃそうだよね。じゃあ聞こえるとこまでまた行くわ。今移動したからでしょ。また戻るよ、むいむいちゃん。そしてラグが来た頃に、あ、そこって言うんでしょ。もう今多分このね、このゾーンですよ、このゾーン。あって言いますよ、そろそろ。このゾーンですよ。何回も俺歩いてるのがもういいかな、帰って。ダメだ。大丈夫です。ここね。言わないもん。お邪魔しました。今日はここで、この場所は失礼します。じゃあね。もう早くこの森抜けたいよ。ああ、ちょっとここ一回撮ろうか。そうなんだよ、一番最初に思ったところなんだよね。映像消しますね。これさ、配信中にさ、撮影できるのを知ったからよかったよ。今まで行ったとこもさ、撮影できるんだったらしとけばよかったね。うっほー！うっほー！はい、解散。やべ、今日さ、ちょっと撮った画像をさ、これサムネで見せるのやめてほしいよね、これ。もうダメだ。もう帰ろうぜ。もうさ、意外と酒も飲んでるからさ、きっと多分見えちゃいけないものなんじゃなくて、多分、
幻覚が見えてるだけなんだよね、きっと。そうそう。めぐちゃん、電気つけないよ。すいませんね。ちょっと、今日車で来てないからさ。そうなんですよ。そろそろ明るくなりますよ。明るくなると溶けちゃうそうなんですよ。またうるさいとこ通りますんで、すみません。さっきちなみに、あ、そうそうそう。ちょっと待って。TS 用に、ちょっと、知ってます。いや、今ここにいる人結構みんなそんな感じでしょ。ここね、覚えといてね、ちょっと。天気ないです。ここね。さっきここを、こう交差点に向かって歩きました。歩きました。映像はこっちを見せました。見せました。俺は右を見ました。こっちを。したら、人が歩いてきたんです。あ、こんな時間にもう散歩と思って、カメラはこっちに向けたまま、この、山道を入りました、さっきのやばい方に。え？で、わざと、怪しいやつだと思われないように、会話をしてる風にコメントを読みました。そして、ふと、後ろを見ました。誰もいませんでした。そういうことです。このTSの俺のテンパり具合見てください。丸。はい、解散。まあ、こっから歩いてくるんだから、まっすぐここに向かうか、右側のこっちに行くか、俺が歩いてきたらこっちに行くかしかないんだよ、もう。3パターンしかないんだよ。で、まっすぐには絶対来てなくて、こっちにも来てないんだよ。だから左曲がったのかな。でもこっち明るいじゃん。そっか、後戻り。確かに。後戻りがあるか。通り道とか、何の通り道やん。え？もうダメだ、敏感になってる、なんかいろいろ。ダメだ。あれ？これどっから来たっけ、俺。え？え？って言わないで。守るわけど、Twitter に落ちてる。マジで。あ、すいません。またちょっとうるさいところに来たんで、電気消しまーす。あ、水上公園は後にしますね。明るくなるね、そろそろ。もう、30分したら。自転車で？マジで？うわっ女いるよとか言うなよ。マジで見ちゃったじゃんかよ、今。おい。いや、この歩道橋すら怖く感じるわ。マクドナルドがある。24時間かな。あ、ダメだ、俺今日車じゃないんだ。崖から下に落ちてた。やばくねえこれ。三輪車か。うわ、暗っ。まだ暗いわ。ちょっと待って。これそろそろさ、散歩の時間じゃないの。戻ってきました。こちら、上尾運動公園。水上公園の反対側。こっちは、ガチなジョギングコースとかあるから。朝からいっぱい来ます。車直ってないよ、まだ。
まだ出してないのかさ、で車検もあるから、とりあえずしばらく行くかな。不審者ですよ、そんなの今更ですか。夜中に湖の吊り橋を渡る不審者なの。こんなとこ不審者のうちに入らないでしょう。公園だからね。映像大丈夫？いや、無理やり行くよ。無理やりその時だけ車動かしますんで、ご安心ください。その代わり霊障で途中で止まったら歩いて帰る。 OK? Do you know?きっちい、きっちいね。そりゃきっちいよ。俺もきっちいよ。稲川淳二か。稲川淳二さんは本当に俺の青春時代の師匠ですよ。彼は意外と危ういな。歩き疲れた。なんで人がいるんですか。長距離怖いよね。顔が怖い。映像見えてる？見えてますか？顔が怖い。かわいそうに純ちゃん。すげえ、なんか綺麗なトイレがある。なんかさ、散歩してる人がさ、すげえ不思議そうな顔で俺を見てるんだけど。立派なもの作ってるね。もう来る前に言われた。いや、綺麗ですな、ここ。水が流れて。踏めてあげよう。ああ、一日一膳だな。立ちションするんだったらトイレで来ないでしょ。来ましたよ、これ。なんでしょうね、これ。なんだこれ、どうなってんだこれ。怖い、いい、いい、いい、これ、どうなってんのこれ。やめてよ。どっから登るのこれ。やめてよ、怖い。わからない、何これ。なんかさ、宇宙船みたい。
結構登る場所がないよ。あった、箇所だけ登る場所で。ちょっとカバン隠しとくか。俺どこに向かえばいいのか。ダッサ、え、これダッサいんだけど。ダッサいよこれ。他のも全部一緒なんだけど。はい、はい、解散。何なんだろう、これ。何をモチーフにしてるんだろう。カバン取るか。思ったよりカバン、わざわざ置く必要なかったよ、これ。カバン置いた体力返してよ。ゆいめちゃんにダッサいって言われちゃったよ。もうどうしてくれんの？ほんとに。危ない危ない。ゆいめちゃんにダッサいって言われちゃったよ。だってさ、滑る方向がただいっぱいあるだけで、これ絶対子供怪我するからな。間違いなく。今までは、あっは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 っすいません、出ないか。足ふらついてるようでふらついてないんですよ。うわっ、滑った。え、これ取れなくね。人間のサイズ、やばい、やばいよ。あー、ハホー、ハホー。はい、はい、すいません、ありがとうございました。ねえ、ダッサい滑り台しかなかったですね。ね、ふらついてる。ライトをこれ、こうやってやってるからじゃない？埼玉県上尾市の、こいつに来ましたよ。上尾市の魅力はいかがでしょうか。30点。やっぱ行田市最高だね。埼玉市と上尾市と鴻巣市は30点だね。人がいっぱい歩いてきちゃってるよ。俺ただのアホなんだけど怖いよ。
埼玉最高なんですか。埼玉最高中は俺とピヨンくんしかいないよ。NG コメ誰ですか。脱ぐか。ヒョンさん、ヒョンさん。ヒョンさん、座らないよ。なんでかわかるかな。なんでかわかるかな。もうお尻がべちょべちょです。じじゃねえ。じじゃねえ。やっと帰ってきたよ、こっちまで。よかったな。はい。はいってどういうこと？あ、いや、ぴょんさん、あれ。変なこと言っちゃダメだよ。お尻お大尻って言われるとマジで地の人みたいじゃん。お尻濡れてるのを大尻にしてくれる。いい一日でしたね。みんな地好きだな。人が歩いてきて、階段ずっと上り下りしてるだけ。キモ。緊急したね今日も。もうねダッシュする気力はないんで。最後に今日あんまり来てなかったからね。なんかこんな綺麗だな。何これ、すげえ綺麗なんだけど。一日でしたね。ふぅ、気づいちゃった。すいませんね。こういう配信スタイルは変えられないかな、もう。まあ、これを変えちゃうとガチなスポットとか行かなきゃいけなくなっちゃうからね。すいませんね、皆様との会話が俺の癒しです。いつもありがとうございます。スタートしてね、帰ってきました。本当ありがとうございました。今日はちょっと長めの枠で。どこへんでした。いい夢見ろよ。じゃあな、皆様お疲れ様でした。これはこれから始発を待って帰ります。